では今回のクローズアップ宮崎、テーマはこちらです。今回はリニューアルレッドデータブックと題してお送りします。直訳すると赤い本ってことですよね。例えばこれをしたらレッドカードみたいな何かの禁止事項が記載されているんですか？実はですね、将来の自然環境を考える上でとても参考になるものなんですよ。そうなんですね。それでは参りましょう。リニューアルレッドデータブック。美男美女コンビで話題騒然、ブレイク必至のレッドデータブックの登場だ。はい、どうもどうも、広瀬です。大熊です。2人合わせてレッドデータブックです。実はね、ナウってトレンディーな僕が昨日いただいたのがサンナコッタ。味はもちろん超ベリグー、間違いなくヤングにバカウケだね。いつの時代の人やねん、死後いっぱい並べて。でもな、うちのおかんが言うにはな、古いものを大事にするのが日本人の美徳やて教わったかな。そりゃそうや、温かい心は世界に誇れるおもてなしの心や。あんたも随分古風やな。でも心は温かくても温暖化はいただけまへんな。そやそや、特に野生動植物を取り巻く環境はますます厳しい状況下に置かれてるんやで。どないしたん、急に真面目腐って。熱でもあるんと違う？あ、ちちちちちちち、誰か誰かお医者さんはいませんか？大丈夫、そんな時にはリニューアルしたレッドデータブック、これには絶滅の恐れのある野生生物の現状をまとめてあるんやで。これを読むとなぜか自然環境を守りたくなる情熱が湧いてくるんやで。ほんまや、熱い情熱で沸騰間近や。そんなわけあるかい。どうもありがとうございました。おー、息ぴったり、ナイスコンビですね。はい、レッドデータブックについて野生動植物に精通している宮崎大学名誉教授の岩本俊孝さんに伺いました。レッドデータブックとはどういったものなんでしょうか？はい、現在世界中どこでもですね、植物とか動物の生息環境の悪化が非常に問題になっています。多くの種類がですね、そのために危機的状況に陥っています。それで現在どのような生き物がどういう状況にあるかというのを一冊の本にまとめたのが、レッドデータブックです。2000年に初版、2011年に改訂版、そして10年の節目を迎え1480種の絶滅危険度を再評価し、広くその現状を通知するため2022年算定版が発行されました。その委員長を務めたのが岩本教授です。10年経過して県内の動植物の環境はどう変化したんでしょうか？前回2011年改訂版の時には、植物873種、動物607種の種類がレッドデータブックに記載されました。で今回算定版では、植物では 60% 以上の増加、それから動物では 40% 近くの増加が問題になっています。でこのような危機的状況に陥っている種類が増えたその理由ですけども、主な理由は鹿が増えすぎて植生を破壊したためだというふうに考えています。このレッドデータブックから何を紐解くことができて、どんな活用ができるんでしょうか？もしこれらの種類が絶滅しましたら、県内の生態系のが次第にですね、崩れていくことになります。レッドデータブックでは主要な種類がですね、カラーの写真で説明されておりますので、一般の方々がですね、もしこの写真を見ていただいて植物とか動物を見かけましたら、ぜひ県のですね、担当部署の方にその情報を提供していただけると非常にありがたいと思っています。私たちが自分のこととして自然環境に関心を持つことが大事なんですね。続いて向かったのが川南町のほぼ中央部に位置する川南湿原。およそ3万3000平方メートルの湿原には貴重な植物群落が広がっています。今回ご紹介いただくのが川南湿原を守る会事務局長の松浦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松浦さん、はい、川南湿原の大きな特徴って何でしょうか？この湿原自体はもう約3万年以上前にですね、もうこの地形は形成されてるんですね。
ここは草原の植物と湿原の植物と入り混じってるんですね。で全体的に言うと希少種と言われるやつが約180数種あります。早速案内していただきました。松浦さん、こちらは本当に緑もたくさんですし、野鳥のさえずりも聞こえて本当に豊かな場所ですね。はい、そうですね。ですね、この植物がですね、ヘビノボラズといいます。これももう九州ではこの固有地区に数箇所しかないだけの珍しい植物です。こう葉っぱの付け根にこう鋭いトゲがあるんですね。ヘビも登れないっていうぐらいですね。でヘビノボラズって名が付いたそうです。ちょっと赤っぽく見えますね、この地際に。これが食虫植物、毛線ゴケです。葉っぱにですね、粘液を出してるんですね。でアリが乗ったらすぐくっついて、でそれを今度は消化酵素を出してですね、養分を吸収するんですね。これからの季節、ご覧のような希少種の花々が咲き誇ります。4月の下旬から5月の上旬は春リンドウとトキソウの花を楽しめます。2つの花を同時に見ることができるのは全国でも川南湿原だけなんだそうです。今では美しい自然が広がる湿原も、1989年頃、環境の悪化による生態系の破壊が危惧されていました。そこで1995年から15年かけて調査や整備が行われました。当時はどのような状況だったんですか？その当時はですね、この池はですね、水面も見えない状態ですね。雑草とかですね、植物が生えてですね、それが何数十年って全然整備してなかったので、沈殿してですね、非常にそれ整備以前はですね、すごい荒れた状態だった。そこで活躍したのが川南湿原を守る会。園内の監視、植物の保護はもちろん、年間を通じての草刈り、木入れなど植物の保護に取り組んできました。地道な保護活動が実り、絶滅を危惧された植物も数多く復活したのです。ここがですね、湿原で一番水量の多い湧き口です。ここは湿原全体では1分間に約1トン弱水量湧いてます。でそこの流れにですね、緑の植物が見えますけど、これが枝打ち白星草という固有種ですね。非常に珍しい星草の仲間です。この流れの中でないと育たないんです。生息地はこの場所だけです。絶滅寸前だったんです。でやっとこの環境をまた作ってですね、やっとこういう感じに戻ってきたんですね。オスズミズギクといった新品種も多数発見されています。では最後に今後の夢を聞かせてください。今現在ですね、保全活動してきた成果がですね、徐々に出てきているのでですね、これをですね、もっと続けていってですね、できれば子、孫、ひ孫の時代までですね、ここが残っていってですね、くれたらいいなって思っています。でそのためにですね、今みんなで努力して頑張っています。希少な植物群落が広がる川南湿原、皆さんも訪れてみませんか？今では全国的にも珍しい草花も見られる川南湿原も、以前は荒れた状態だったということで、人による手入れの大切さを感じましたし、やはり関心を持つということが保全活動の第一歩につながるのかなと思いました。そうなんですよね。今回レッドデータブックの改訂ということで取材をしたんですけれども、県民の皆さんにも県内で生きる野生生物への理解を深め、そして自然環境を守るきっかけにしていただければというふうに思います。以上、クローズアップ宮崎でした。